みんなが気をつけて、少し気をつけて節電をすれば乗り越えられることがはっきりしているんです。電力が足りているのにどうして原発を続ける必要があるのか、大きな事実があるんです。大事なことがあるんです。原発を続けなきゃいけない理由、それはお金を欲しい人たちがたくさんいるからですね。一部の利権構造のために僕たちの命が危険にさらされています。電力ないない詐欺にお気をつけください。電力ないない詐欺、これは世界中の原子力村で行われています。先日ドイツに行ってきました。そしてドイツの国会議員の方とお話をしました。日本では電力足りているのに電力が足りていない、電力ないない詐欺っていうのがあるんだよって国会議員の方に言いました。そしたらドイツの国会議員の方がこうおっしゃいました。その電力ないない詐欺、ドイツでもあったよって。脱原発今しています。ドイツでもあったらしいです。どんな内容だったか。原発がなければ電力が足りなくなる、そのメッセージを伝えるためにサッカーの国際試合で30分間の停電をしたらしいです。かなり強硬です。それと同じぐらいのことが今日本でも行われているんですね。原発がなければ夏は乗り切れない、原発がなければ冬は乗り切れない、原発がなければ次の夏こそ乗り切れない。乗り切れますから。残念ですね。本当に今54基あった原発のうち動いているのは6基だけ、ということはもう 90% の原発は動いていないわけです。